皆さん、こんにちは。神戸市材料化学研究室の米山です。今回は、私たち研究室の紹介をしたいと思います。神戸市材料は、我々の身近なところでよく見かける素材であります。私たちの神戸市材料化学研究室では、このような神戸市材料を対象にしまして、その構造、性質、合成について幅広く研究しております。このような研究を通しまして、高分子に新しい機能の創生を目指しております。今回、その高分子の合成に関する研究の中で、特徴ある合成方法として、硫黄を用いたポリチュアミドの合成について紹介したいと思います。硫黄は石油生成過程の副生物として生産されており、硫黄は硫酸の製造やゴムの加硫に用いられております。このように硫黄は様々な合成に用いられておりますけれども、その使用量は生産量よりも少なく、日本国内では硫黄は余った状況にあります。この研究では、この余っている硫黄を活用して、他の化合物と反応することによって、硫黄を含んだポリチオアミドの合成を検討し、その合成に成功しております。今回合成されますポリチオアミドは、その構造に硫黄を多量含んでいることから、次の2つの特徴がある高分子となることが期待できます。その一つとしまして、硫黄は重金属との高い親和性のために、得られた硫黄を含むポリチオアミドは、工業排水からの重金属回収剤としての期待が持たれております。もう一つとしまして、硫黄は、屈折率を高くする働きが持っているために、得られた高分子は屈折率の高い高分子となっております。皆さん、高分子に興味を持っていただけたでしょうか。今回紹介しましたのは、高分子の一例にすぎませんが、まだまだいろいろ高分子について研究されております。皆さんもぜひこの研究の一翼を担うように興味を持っていただければ幸いです。